ケロイドとは、瘢痕組織が過剰に増殖した病変であり、良性繊維増殖性病変に分類されている。和名は、カニアシシュ。外傷や手術が原因となりやすい。非抗性瘢痕は、類炎病変である。ケロイドの語は、カギ爪を意味するギリシア語に由来する。すなわち、鳥のカギ爪のような病変という意味である。和名のカニアシュは、 しばしばカニの足のような形状の突起を生ずることから来ている。外傷や手術などが原因で抗原繊異性反痕が腫瘍様に増殖する場合が一般的であるが原因不明のケロイド病変の発生もある。校舎の場合には本人も気がつかない障害症、無視症などが先行することが多い。 ピアス穴を原因とする耳たりのケロイド思春期から壮年期に発生しやすい。欧米では白人より黒人に多い傾向が指摘されている。前胸部、肩甲部、恥骨上部などが後発部位で頭部や眼睛、下肢の病変は稀である。通常は皮膚の表面から流気した男性にとむ原曲性主流を形成する。ほとんどの病変で圧痛や 自発痛を訴えることが多い。近年多く見かけるのは耳たぶのピアス口に一致してできたケロイドである。美容目的に医療機関を受診することが多いため、遭遇頻度が多いと推察される。一般的な傾向として以下の点が挙げられる。ケロイドと非公正反抗の見極めは専門家でも迷うことがある。決定的な指標は周辺健常部位への広がり方であり、 ケロイドでは、周囲の健常皮膚に発赤を認めることが多い。ただし黒人では、肉眼的な判別は非常に困難である。神秘から皮下組織にかけて、ガラス様の太い抗原繊維束が縦横に、錯綜増殖するパターンが特徴的である。抗原繊維束間に、防水系の繊維目細胞の分布が認められる。防水細胞は、免疫組織科学的に、 微面チン陽性であり、症例によっては平滑筋原性アクチンが陽性で、筋繊維目細胞への分化が示唆される。非抗性ハンコンとの鑑別は、ガラス様抗原繊維束の高を参考にするが、必ずしも鑑別は容易でない。顔面皮膚に生ずる、硬化性繊維種、繊維性球診との鑑別に苦慮する例もあり、臨床医からの情報提供が正確な診断名の付与に必須である。 外科的主義によって切り取る手術療法、術後の放射線治療、電子線治療、ステロイド剤の軟膏、注射やヘパリン類似物質、塗布、シリコンジェルシート、または絆創膏、テープによる圧迫療法、密閉療法、虎にラ,ラストの内服などの療法がある。しかしながら単独で効果のある治療は確立されておらず、手術の治療を組み合わせた中学的治療が必要となる。 小薬としては、ケロイドを抑制するハーブである、ツボクサが存在する。1945年の広島と長崎への原子爆弾投下に際し、被爆者の中にケロイドを発症するものが多発したと、される。爆発時の強力な輻射熱によって深部に達する、火傷を負った部分が飛行したもので、手術によって切除しても再発するなど難知であり、腕や足の可動部や顔面部にできたものは、 日常生活にも大きな障害となった。ただし、これらは実際は、医学的にはケロイドではなく、非公正反根であると考えられる。フーモノグラフス、オンセレクテッドメディシナルプランツボリューム1、アーバセンテラフ九1999年。ありがとうございます。